いい感じに晴れてます。久々に青空を見たような気がする。おはようございます、純也です。すごい太陽が出てますよ。何日ぶりぐらいに太陽を見たんでしょうか。ということで結構いい天気なので、毎週末恒例のコインランドリーに行ってきます。今日天気予報を聞いたら最高気温が33度とかって言ってて、やばいですね。ついに夏到来って感じでしょうかね。まだ梅雨明け宣言はしてないんで、一時的な晴れ間なのかもしれないんですけれど、33度か。今週末もファーマーズマーケットは国連大学の前でやるみたいです。やるみたいですか、もう準備してるんですけどね。今日のファーマーズマーケットは結構暑くなりそうですね。っていうかもうすでに暑いんで、準備してる方はもうすでに汗だらだらになってました。大変そう。そういえばゴントランシェリエ、今日が日本最上陸のオープン日じゃないですか。まだ開いてないみたいですね。時間が作れれば来てみようかな。 I walk down the street in front of my home。 コインランドリー着きました。いやもうすでにおでこに汗がダラダラと出てて暑いっす。暑くなってきたのでサンダルを下ろしました。いや暑い。このサンダルって親指と人差し指の間に引っ掛けるところがないんで、ちょっと前に滑っちゃうんですよね。新しいサンダルが欲しい。完全に夏の天気になってきました。すごい暑い。またいつの間にか梅雨が明けてましたって天気予報で言うかもしれないですね。ちょうどここから谷になってるんで、電線がほぼ目線の高さになってるんですよね。いい眺めです。コインランドリーが終わりました。自分の乾燥機が終わった頃、また乾燥機の待ち行列ができてました。この時間混雑するのかもしれないですね。というかおそらくやっぱりずっと雨続きだったんで洗濯がなかなか来れなかったっていう人が、今日こう晴れたっていうことなんで賑わっちゃったって感じだと思います。アールバンチは日よけの傘が立ってますね。そして今日もライジンの無料配布があるみたいです。わ、ゴントランシェリエの前すごい人だかりになってる。ついにオープンしたかな、ゴントランシェリエ。ちょっとこの人の多さだと入りにくいな。あ、オープンしてるみたいですね。入場制限をやってるんで行列ができちゃってるって感じですね。おかちゃんさんの動画で紹介されてたウランジの LS01 というデスクトップスタンドがつきました。でそれの開封なんですが、あのレビューとかその辺はおかちゃんさんの動画を見ていただいた方がかなり参考になるかと思うんで、一応詳細欄に貼っときます。でじゃあなんで開封してんのってことなんですが、それはですね、今日のドリキンさんの動画でアマゾンの段ボールの解放じゃない、アマゾン段ボールの分解が簡単にできるっていうのを紹介されてたんで、それをやろうかなと思って、なんか何でもない開封動画を撮ってるんですけども、あ、これがウランジの LS01 で、これがどうなってるかっていうと、ここでテーブルの天板とかで挟み込んで三脚
じゃないや、なんだっけ、これは4分の1三脚ネジっていうんでしたっけ、それがついてるんでカメラとかその辺のものが固定できますよっていうただのスタンドです。うん。でこれから本題ですよ。段ボールの分解です。でドリキンさんの動画だと段ボールを接着してる箇所を見つけてあった、ここですね、ここに段ボールを接着剤でつけてる部分があるんですが、そこを持って一気に引き裂くようにする、引き裂くように左右に分解すると一気に畳みやすくなるように分解できるということらしいんで、やってみます、やってみます。さて成功するでしょうか。ちょっと不安なんですが、この接着面を切り裂くように一気にこうなんていうの、分解っていうか開くそうですけど、やってみますね。成功するかどうか、いやもう失敗する確率の方が高いんですけど、じゃあやります。せーの、あほれ大失敗です。ダメじゃないですかドリキンさん、これなんでこうなった。あ、なるほどなるほど、わかりました。接着した面が接着面から完全に切れちゃったって感じですね。うん、今回は大失敗ですね。成功したとするならばどうなるんだ。成功したパターンを考えると、こうなっていたのか、こうなっていたのでここで切り開いて、ん？どうなんだ？あ、そうか、なるほど。で、こっからまたさらにビリビリビリっと破けていってこうなるわけか。なるほど、なるほど、なるほど。今回は大失敗でしたね。次回はうまくいくようにちょっと精進してみます。サムズアップ、全然サムズアップの意味ないんですけど、次回は頑張ってみます。毎回楽しみのサンクトガーデンの頒布会のビールが届きました。ではこちらも開けていきましょう。ということで今回のビールは何でしょうか。まずはパンフレット、これおまけのおそらくホップだと思います。超湘南ゴールドとレギュラービールの5種類。この超湘南ゴールドっていうのが、一般で売ってない湘南ゴールドのビール、特に湘南ゴールド の濃度が高いって言えばいいんでしょうかね。湘南ゴールド感がさらに高まった湘南ゴールドビールです。アンバーエール、これがサンクトガーレのレギュラービールですね。2本目、ペールエール、これもレギュラーのビールです。3本目、ゴールデンエール、これもレギュラー。4本目、横浜 XPA、 これもレギュラーのビールです。で5本目、ブラウンポーター、これもレギュラー。なのでレギュラーの5種類はこの5本ですね。で残りが超湘南ゴールドでしょう。来た、ほら超湘南ゴールドっていうラベルになってますね。前までは湘南ゴールドのラベルで王冠にステッカーかなんかが貼ってあって超湘南ゴールドであるっていう区別をつけていたんですけれども、超湘南ゴールドっていうラベルができたんでしょうかね。もうちょっと忘れちゃったな、前の超湘南ゴールドのボトル。超湘南ゴールド3本とレギュラーの5本。今回のサンクトガーレン頒布会はこんな感じです。それじゃあ冷えたところで超湘南ゴールドをいただきましょう。633じゃなく330ですけど。そしてグラスはサンクトガーレンのグラスです。
いい色ですね。黄金色といえばいいんでしょうか。それでは、サンクトガーデンの超湘南ゴールド、いただきます。フレッシュで、かつフルーティー。そして、湘南ゴールドのオレンジ感が、存分に味わえます。めちゃめちゃ美味しいです。やっぱ、サンクトガーデンの湘南ゴールドは、最高ですね。うまいです。今日届いたウランジの LS1 は同じくウランジのミニ LED ライトをつけて iMac の後ろに取り付けてみました。ズーム会議とかやるときにちょっと光量が足りないかなって感じるときがあるんで、これで重宝しそうです。で、ゆくゆくは一眼レフカメラをつけて高画質のズーム会議とかやってみたいんで、もう一本ぐらい買っちゃおうかななんて思ってます。サンクトガーデンの超湘南ゴールド、本当に美味しいです。美味しい。といったところで今日の Vlog は終わりです。今日も見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をお願いします。ではでは。本当に美味しいです。サンクトガーデンの超湘南ゴールド。ごちそうさまでした。